こんにちは、ロジュラ TV です。今回宮津の方に来ておりまして、昔からね好きで、まあ、たまにしか来れないんですけど、まあ、海鮮のいいお店があるんでね、そちらをご紹介したいと思います。まあ、超人気店なんですけど、じゃあ、行ってみます。超人気店とんだ屋さんですね。はい、じゃあメニューを紹介します。この辺が定食系で、麺類と一品系ですね。まあちょっと一品系で今日は攻めたいなと思います。安いな全部。じゃあ、いただきます。じゃあ、白子酢いただきます。いきなり痛風メニューでスタートですけど、ミルク、旨味のミルク。これがアラニなんですけど、これで280円、めちゃくちゃ安いです。多分普通に京都市内やったら500、600円ぐらいしますかね。身もめっちゃぎっしり入っております。見てください、この特大大エビ天、これですね。いただきます。プリプリ、プリプリのサクサクですわ。お、これも結構薄くて身がめちゃくちゃ大きい。隠し事なしの本場のいい天ぷらですね。続いてエビフライ、どんだけエビ好きやねんっていう感じなんですけど、見てください、これでかっ。でかっ。ケチャップなんですね、エビフライはね。うまっ、エビってまあプリプリしてるもんなんですけど、ここまでプリプリしてるかっていうぐらいプリプリです。うん、うまっ。これ7種盛りなんで、これで980円ぐらいなんで、めっちゃ安いですね。脂乗ってるブリ、うん、
これはお酒合いますわ。ちょっと今度は海鮮じゃないんですけど、結構ね有名なメニューで若柏焼きっていう、これで350円、考えられないコスパなんですけど、うまい。うん、半額セールに来てるぐらいのコスパっすねこれ。半額セールに来てるぐらいのコスパっすねこれ。こんだけ詰まってて350円で普通にうますっていう。このお店はまあ海鮮も有名なんですけど、全般的にコスパがいい美味しいお店だからこそまあ人気があるんだと思います。うん、ちょうどいいタレ加減。うん、バーベキューでこれやりたい、バーベキューでこれやりたい。ちょっとピリ辛なんですけどね、マス。いただきます。牛焼肉がこれ600円であったんで、ちょっと追加オーダーで頼みました。さっきの鶏の肉版なんですけど、頼んでよかった。うん、なんか絶妙っすね。これが600円はちょっと考えられないですね。なんか普通に多分街中で頼んだらどうでしょうね、これ倍ぐらいするんじゃないですか。1200円ぐらいしてもお肉もめっちゃ多いし、肉の質もねそんな悪くないんで、うまっすです。はい、ということでね、はい、ということでね、とんだ屋さん堪能させていただきました。まあ久しぶりに行ったんですけど、圧倒的な、まあ、コスパと美味しさは相変わらずでしたね。でまああの、まあ、宮津なんで、まあ、京都市内からだと1時間か1時間半ぐらいかかるんですけど、やっぱりねとんだ屋さんの料理はやっぱお酒ありきかなと思うので、ぜひね車運転できるドライバーの人と一緒に、来るのをおすすめしたいと思います。はい、ぜひね、まあ、宮津来られた際はとんだ屋さん行ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。